ヒロさんは日本語がお上手ですね。あ、はい、日本人です。初対面の日本人と話すときによく聞かれるのが、日本語お上手ですね。実は僕もベトナムに来てから日本人なのにこの質問をよくされたことがあります。日本語には尊敬語や謙譲語、礼儀などいろいろな表現があります。だからどのように返答したらいいのかわからない、そうやって悩んでしまう方も多いと思います。今日は皆さんに日本人に聞かれて困る質問の返答の仕方を紹介したいと思います。多くの日本語を勉強している外国の人が悩んでしまうのがこの質問です。ヒロさんは日本語がお上手ですね。日本語を勉強したばかりの人だったら、自分の日本語に自信がない、そして日本語が上手になった人でも、日本人だったらどうやって答えるのかな、そういうふうに悩んでしまうかもしれません。日本人にとってこの質問というのはそこまで大きな意味はありません。実はこれは日本人の会話の仕方の一つなんですね。相手を褒めることで気持ちよく会話をしてもらう、それが日本人の会話の仕方なんです。答え方がわからない皆さんのためにいくつか例を紹介したいと思います。そんなことないですよ。ありがとうございます。本当ですか？日本人みたいになれるようにもっと頑張ります。日本語には謙遜という表現の仕方があります。これは自分を下に下げることで相手を尊敬する、そういった表現の仕方なんですね。ただ一つだけ注意があります。それは謙遜をするときには絶対にお礼の気持ちを後につけるようにしましょう。相手から褒めてもらっているので否定だけするのはあまり良くないんですね。だからそんなことないですよ、ありがとうございます、このように表現することでより良い表現になると思います。日本人と話しているとよく聞くのが、すごいですね、この言葉です。確かに本当にすごいと思って言っている場合もあると思いますが、多くの場合はそこまで特別な意味を持っているわけではありません。ヒロさんは日本でアルバイトしてるの？コンビニで働いてます。おお、すごいですね。ちなみに現在日本で働いている外国人の数は165万人と言われています。確かに海外で働くこと自体はとても大変なことですが、日本で働く外国人を見るのはそこまで珍しいわけではないんですね。日本人がすごいですねというのは、日本語お上手ですねというのとすごく似ている意味を持っています。日本人は会話をするときに相手を褒めることがよくあるんですね。気持ちよく話してもらうためにもすごいですね、こういった表現を使っているんです。そしてもう一つの使い方が、日本人が何を答えればいいのかわからないとき、そういったときにもよくすごいですね、そういった表現を使います。だからすごいですね、そう言われたときは特に何かを考える必要はありません。自分の気持ちをそのまま答えるようにしましょう。ヒロさんは日本でアルバイトしてるの？コンビニで働いてます。おお、すごいですね。最初は大変でしたけど今は慣れました。ご飯行く？皆さんは音だけを聞いてこの文章の意味が分かりましたか？実はこれ新しい表現でも新しい文法でもないんです。日本語を一生懸命勉強して実際に日本に行った人が驚くことがあります。それは日本人の日本語の使い方です。日本人は日常会話でこのようにご飯行く？動詞の普通形だけで質問をしたりすることがあります。慣れない人にとっては何を言ってるのかわからない、そうやって困ってしまうことがあるかもしれません。だから実際に日本人と会話をするときに驚かないためにも、日本人の YouTube を見るなどして聴解の練習をしておきましょう。ご飯行く？はい、行きます。皆さんは日本が好きですか？この質問に対して嫌い、
そういうふうに答える人はほとんどいないと思います。外国人が日本人に聞かれて一番困る質問がこの質問かもしれません。好きじゃなくても相手のことを考えて好きと答えないといけないです。どんな国の人でも自分の国を褒められると嬉しくなりますし、逆に悪口を言われたりすると寂しい気持ちになったりするんですね。もしも日本人にこの質問をされて困った時には日本の文化について答えるようにしましょう。寿司や桜、こういったものに日本人は誇りを持っている人が多いんですね。日本の文化を褒めることでその人との関係がより良くなるかもしれません。ベトナムの有名なものは何ですか？マムトン。いきなり聞かれて困るのがこの質問です。確かにベトナムではマムトムはとても有名ですが、日本人の多くはそのことについて知りません。日本に興味のないベトナム人にアニメの話をしても全くわからないと同じように、普通の日本人相手にマムトムの話をしてもほとんどの人は理解ができないんですね。マムトムって何？臭い食べ物？それが有名なの？だから日本人にこの質問を聞かれた時は、日本人が知っているフォー、アオヤイ、セマイ、この3つのトピックで話すことがおすすめです。ベトナムの有名なものは何ですか？ベトナムはバイクが有名ですよ。実は3人に1人がバイクを持っているんです。今日は皆さんに日本人から聞かれて困る質問を紹介しました。確かに同じ日本人でも自分が聞かれると困る質問ばかりです。僕はベトナムに来てから同じような質問をベトナム人から受けたことがあります。その時にやっぱり何を答えればいいのかわからなくなってしまいました。ただ一つだけ分かってほしいのは、日本人は別にあなたを困らせようとしているわけではないんですね。会話のきっかけが欲しいだけなんです。だからこういった質問を受けたとしても、皆さん焦らずに自分の気持ちをしっかり伝えるようにしてください。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。